粘り強く戦わないと、はい、右足トラップ小泉うんぱるんぱプレスをかけます。まあ、この辺は小泉うまくボールをキープしたんですが、まあ、これはちょっと背後にラフにボールを出します。ちょっと小泉は厄介ですね、はい、ウィナーズにとってね。今シーズン良かったですからね、ノツダね、はい、あ、いいですよ、うんぱ立てますから。さあ梅ちゃん上がった方がいいんじゃないの、右サイド高いく、おーと、ね、おーファールですね、うまい。さあ右から長い球蹴って、さあジャイアント距離飛ばしてフリックしました。左サイド出たいね、あのぐらいね、はい、セッションしちゃうのはやっぱさすがですね。まあまあそうですね、同じはかけるんでしょうね。おーチャンスですよ、これ簡単。さあいいよ高野シーン、よく見て旗が出た、打ってきました。いやでもこれがあります、ウィナーズ。そうですよ、ウンパもプレッシャーかけて、いい形で高野のシュートですよこれね、はい、ちょっと最後左から来てる、自分の右から来てる選手がね、ちょっと気になった、高橋が気になったかもしれませんね。うまくコース消しましたね今ね、はい、素早く前に出ていい判断だったと思いますね。アイムは高を狙った高橋裕二のカットです。鈴木中に入れます。なんか選手たちコンディション良さそうですね。そうですね、シーズンオフですよね。本当ですね、はい、あ、いいですよ。さあ頑張れ、カウンターボールを越せ、アイムが探しだ、お、これはでも4人走った、どうする、逆サイド空いてますね、入ってきた、左足、アイムのシュート、その梅崎が収めました。ゴール前5人入ったホワイトタイガー、真ん中だ、これは左足クリアに逃げます。さあホワイトタイガー選手交代、藤井選手ですか、あ違う、そうですね、藤井選手、それから8番の川崎選手と3人入りました。シュートいったシーン、うまかったと思います。フォワードのあの大石君、高君足速いですね、いい選手っすよ、キックで、もうでも楽しかったです、はい、ありがとうございます。ちゃんとやっぱりポジション取ってるし、いいの持ってる、後ろからビルドアップしようともするんで、なんかやろうとするのはすごい見えます。やっぱ高くん一発ありますよ、やっぱ中盤の選手たちは多分最初のプレッシャーであんまりなんかやっぱ思い切って前向けなくなってたから、前向ければもっと多分良さ出ると思いますけど。